大隅義則さんが生理学医学賞を受賞、改めて考えるノーベル賞の意味と今年の注目ポイント。今夜のテーマはノーベル賞です。今日から発表が始まった今年のノーベル賞生理学医学賞で、東京工業大学栄誉教授の大隅義則さん71歳の受賞が決まりました。大隅さんは細胞が自分のタンパク質を分解してリサイクルする仕組み、オートファジーを解明。日本人がノーベル賞を受賞するのは3年連続です。今後ノーベル賞は明日4日に物理学賞、5日に化学賞、7日に平和賞、10日に経済学賞がそれぞれ日本時間の夕方に発表されます。また文学賞の日程は明らかにされていませんが、13日と見られています。今夜は改めてノーベル賞の意味、今年の注目ポイントについて、長年ノーベル賞の取材を続ける科学記者やジャーナリストの方に分かりやすく解説してもらいます。はい、大隅さんのその会見とか、はい、それからテレビの電話の生出演とかですね、はい、まあ、この間ちょっといろいろ見ていたんですけれども、何だかこうその苦労した点はとか、まあ、なんかある種の家族への感謝とか、はいはい、あるいは何だかの美談とかですね、はい、そうしたものにどうしてもやっぱりこう注目しがちで、はい、その実際にじゃあ発見したことの、まあ、業績であるとか、その後の影響とかっていうのが、なかなかやっぱりその当日のその報道では伝わりにくいところがありますよね。はい。はい。でもまあ、メディアもちょっと準備する時間がっていうことももしかしたらあるかもしれないけれども、そうですね。どうしてもやっぱり喜びの声を首相が、褒めたたいてみたいな、うんうん、そうしたらなんか周りの、なんか、わしわしばっかり注目されてしまうので。そう、だから田中浩一さんなんか、もう今更僕のことは聞かないでくださいって、はい、朝日選手で本出して、はい、もうこれを読んでいただければ私のことは全てわかりますという本を朝日新聞の方から出してますよ。はい、もうそれはやっぱりきっと毎回同じことを聞かれてるんじゃないですか。本当にもう嫌になる、ね、研究者の方の方もね、はい、ということでですね、まあ、この番組では、まあ、ずっとこのノーベル賞の問題も含めてその研究者のあのことをしっかりと追っていらっしゃる方、はい、ゲストにお招きした上でですね、今年のノーベル賞の注目点や、まあ、今のそのトレンドであるとか、そしてあのノーベル賞のその、うん、そもそもの意味、それが与える効果などをですね、はい、お話を伺っていきたいなと思っております。では今夜のゲストをご紹介しましょう。まず科学ジャーナリストの馬場蓮生さんです。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。馬場さんは元読売新聞の論説委員で、著書にノーベル賞の100年自然科学3章でたどる科学史などがあります。はい、続きまして、毎日新聞科学担当の論説室専門編集委員の青野由里さんです。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。青野さんは毎日新聞で記者として医学、そして生命科学、天文学、宇宙開発などの科学分野を取材、著書にニュートリノって何などがあります。はい、そして、先ほども、解説いただきましたけれども、オープニングで、科学取材も続ける TBS ラジオの崎山俊也記者です。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。というわけで大隅さんの受賞が決定しまして、3年連続の日本人の受賞、しかも大隅さんは単独の受賞だということなんですけれども、はい、馬場さん、今回の受賞はどのようにご覧になってますか？もう大隅さんの業績については、どこのメディアもですね、ノーベル賞級で、ほとんど当選確実という予想を立てていたので、はい、ああやっとというか、予想通りもらったということで大変嬉しかったです。うん、で、私がまだ公表される1時間ぐらい前にですね、昨年ノーベル生理学医学賞を受賞した大村先生とたまたま電話で話をしてたんですが、はい、そろそろ今頃の時間に選考委員会から受賞者に電話がかかってくる時間ですねと言ったら、はい、うん、そうだね、去年もこのぐらいの時間だったね、先生今年は誰か予想する人いますかって言ったら、大隅先生かなって言ったんですよ。はい、はい、それで私も、あ、そうって言って、まあ、いつもらってもおかしくないと思ってたもんで、で電話切って、それから30分ぐらい経った時に出てきたから、お、うん、びっくりして、もう一回電話を、大村先生に電話して、はい、先生なんか知ってたんですか？はいはいはい。いや、知らないよ、そんなこと。そう、あんたがよく知ってるじゃないの、一番ね。知る理由がない。ありえない。だから、すごい感ですね、って言ったら。
それはみんなメディアの人が教えてくれたからだよとかって。でもね、とっても嬉しそうでした。カナダの、はい、あのガートナー賞を、去年大村先生がもらって、ね、はいはいはい、今年あの大隅先生がもらってるんでね、はい、それで受賞式とか祝賀会でも一緒になったことがあるんで、うんうん、嬉しかったというふうに。で、本当の純粋もね、基礎科学で、ノーベル賞単独受賞っていうのは素晴らしいって、うん、何回も言ってました。そうですね。それだけやっぱり多くの方がもう評価していて、いつ取ってもおかしくないという状態だったということですね。はい、ちょうどだから、ちょうど30年ほど前に、利根川進さんが、やはり生理学医学賞で単独受賞なんですよね。そうですね、ちょうど30年前。はい、私が、社会人になった時に神戸にいて、神戸が実家だったんです、あの方。あ、で、その周りを、そのなんて話を聞いて回ることをさせられて、全然、利根川さんが何やったかよくわからないまま、ひたすら周りを回ったんですけれども、そうですか。うん、それも単独受賞だっていうのはすごいなっていうのが、うん、つまり免疫ってに関わることを一人で、まあ、言ってみれば独力でやり上げたんだなっていうのを、うん、その時はすごいと思ったんですよ。そうですよね。はい、ね、私、はい、私もその大隅先生はいつ受賞してもおかしくないというあの心の中のリストにはあって、はい、それ自身はあの不思議はないんですけれども、はい、白状するとですね、私は今年はないだろうと思ってたんですね。そうですか。で、今日私あのもし日本人がいたら社説を書く担当だったので、バタバタバタと言って、バタバタで今社説を書いてやってきたところなんですね。はいはい。まあ、それはだからあの勘が悪いということになるんですけれども、他の方にじゃあ注目していたということになるんですか。うん、ね、今年は白状すれば日本人ないんじゃないかなってこう思ってたんですね。はい、医学生理学生、いや別にこれは何度あの根拠もないんです、ね、これは勘みたいなものなんですけれども、それがだから大外れっていう話なんですけれども、ただもちろんあの今パパさんもおっしゃったように、あの業績を見れば、まあ、いつ受賞してもおかしくない方なので、それはまああのあの順当だなっていう感じですし、あの単独受賞もですね、今お話ありましたけれども、私科学記者として初めて経験したノーベル賞って実は利根川進さんだったんですね。あ、じゃあ共にそれが決まられて担当して、ね、僕は神戸で一生懸命、走り待ってたわけですね。うん、でやっぱり単独受賞ってすごいんですよ、うん、だから私もこのプレスリリースの見てね、一人しか名前が載ってないので、うん、わーっと思いましたね、やっぱりね。はいはい、うん、逆に例えばあの 赤池さんの時の葵の発光ダイオードでは、うん、言ってみれば弟子すぎの天野さん一緒のグループの、うん、がもらって、あと中村さんがもらいましたけど、うん、今回もまあ、あのいわゆるあのビジネス向け あの雑誌なんかは、うん、水島信さんがガンガン登場していて、ね、うん、これはある種指定官の共同作業だみたいな、うん、はい、って感じになってましたけど、 それはそうじゃなかったってことですかね、逆に言うと、ね、そう判断したってことノーベルデザイナーが。あとやっぱりよくこれも言い方は語弊があるかもしれないんですけれども、海外の人との共同受賞って結構あるんですよね。はいはい、そうするとなんかこう海外の人がこう強いのでそれに引きずられたんじゃないかみたいな見方をされることもあるんですけれども、やっぱ単独っていうことはもう本当にこの人一人がこの分野を開いたということなので、はい、これはねやっぱすごいことなんだなっていう感じですね。これはね、例えば、マラソンレースに例えて言うと、はい、ぶっちぎりでトップを走って、そのまんま誰も寄せ付けないで、ゴールを切ったというような感じですね。で普通は、まあ、ノーベル賞は1分野3人まで受賞 を認めてるわけですけども、あとの二人っていうのが見つからなかったんですね。で水島さんがまあ共同受賞するんではないかと、私もそう思ってました、実は。ですけども、蓋を開けてみると、やっぱり原理原則の一番重要なところは、大隅先生がやったんですね。あとは、水島先生は、まあ、それを土台にして、少しはまあ発展させてきたわけですけども、むしろ20年ぐらい経って、この大隅先生の業績を元にした次のノーベル賞ね、ノーベル賞の先にノーベル賞があるんですよ、うんうん、だからノーベル賞業績を取った後にそれを発展させてまたその分野でノーベル賞というのがあるんで、水島先生は その問いにもらえるんではないかと、これから発展させて、はいはい、でそういう期待があります。なるほど。でも大隅さんご自身はやっぱりその一人でずっと走っていて、その時はもう孤独な作業でっていうふうにこうおっしゃっていたりしてるわけですけれども、それが結果もうトップランナーにということになったわけですよね。利根川先生もそう言ってました。だから利根川先生も
絶対に誰も追いつけないように、密かにやるということを自分で決心してやってたと。だから、出てきた業績もすぐには発表しないで、はい、次の段階のところへ進んでね、それから念には念を入れて絶対に反論できないようにケチつけられないように固めて、うん、それで発表していったから、うーん、なかなかね追いつけないだろうと言ってました。うん、なるほど。それで今回その大隅さんが受賞したのはこのオートファジーというそうしたそのメカニズムをですね解析したという、ことなんですけれども、改めてなんですが、先ほどさん手短にこのオートファジーについて説明を。手短にどこで短いんでしょう、まずファジーというのをどうしても曖昧なのファジーだと思っている方がやっぱり結構いらっしゃるようで、でしかもオートとファジーで切っちゃうとなんかファジーに意味があるんですかなんですけど、元がギリシャ語で全然綴りが違うんですね。はい、だからそれは確認していただければ分かりますので、で、王と自分、自己、自分を食べると。だから、細胞、ありとあらゆる生物は基本的には、単細胞のものから、こうやって人間とか、哺乳類、複雑なものまで細胞でできています。うん、で、その細胞の中に、ある種老廃物、使えなくなったものや、壊れてしまったようなタンパク質とか、そういった異常なもの、あるいはなんか最近研究では、ミトコンドリアとか、ああいった小器官も、そういうことが起こるそうですけれども、それが、その袋の中に包まれていって、で、ある、また別の器官にくっついて、そこで、全部壊してしまうと。そして、そのアミノ酸というタンパク質の元になるものになると。で、そのまたアミノ酸をさらにいろんな組み合わせをして、また人の体の中で使えるタンパク質にすると。うん、そういう、まさにだからタンパク質という、人間がその、人間ならのみならずいろんな生物が活動しなければいけない、一番大事なもの。それを有効に使う。無駄にしないで、あるいは足りなくなった時などに自分の体の中からそれを取り出すこともできる、はい、必ずしも食べるものだけでタンパク質を入れなくて済む、そういったものを多分もう小さな細胞生物から人間まで持ってるわけですから、そこは証明はなかなか難しいでしょうけど、きっと進化の過程でそういうものを細胞が身につけてくる、そういう形になったんでしょうね、うんうん、でだからこそ逆にいろんな病気とかにも多分関わっているし、まだそこまではわからないですけれども、人間の細胞なんて、ありとあるともに当たり前ですけど、細胞化できてるわけですから、もう人間のいろんな病気とか、そういったものも、オートファジーが関わってるものは結構あるだろうなと。うん、で、そこでもう今はものすごい数の研究者が、大隅さんの、研究成果をもとに、大隅さんや水島さんが築き上げたものをもとにも世界中で研究されている注目の分野だということなんですね。はい。はい、細胞が行っていることに関する基礎研究ではあったんだけど、そこに着目をすることによって、例えば創薬であるとか病気の治療であるとか、うん、そうしたものにつながるんじゃないかというふうに期待して研究している人が今やもうたくさんいると。今やそういう人がたくさん世界中にいるわけです、ね。はい、そうですね。青野さん、このオートファジーというその研究についてどうお感じになってますか。ですね、今ご説明ありましたけれども、タンパク質本当に体の中で非常に重要な、これがなくては困る働きをしているわけですけれども、ただそれをずっとその 古くなっても使い続けるわけにはいかなくて、やっぱり体はそれを、壊してはリサイクルするということをやってるわけですよね、はい、で実はね、タンパク質をそういうふうに分解する働きをするその、システムっていうのはもう一つ別にあって、二つあって、ちょっと難しい言葉ですけれども、プロテアソームを使うっていうものがあるんです、はい、指キッチンプロテアソーム系って呼ばれるんですけど、名前はともかくとして、はい、でこの仕組みを発見した人たちっていうのは実はもう2004年にノーベル医学生理学賞を受賞してるんですね。この時日本人いなかったんですけど、でも日本人も非常に重要なこの時も役割を果たしていたんですけど、あとちょっと気が悪いのは、アポトーシスもほぼ同じような、つまり無駄な部分は逆に消して、後を残すっていうやつなんですよ。自分のところで死ぬ部分を死ぬのにも役割があるっていうか、それも細胞の、はい、でアポトーシスも確か2001年か2年ぐらいにノーベル賞を取ってるはずなんですよ、はいはい、こういうふうに生物ってのは意外とそういう面白いもの、ただガンガン生きてるだけではないというか、そうですね。で実は、ね、今言ったそのもう一つの指キッチンプロテアソーム系っていうのは、割とこうタンパク質を一個一個ターゲットにしてこうやって分解するんですね、はい、でこのオートファジーっていうのはそうじゃなくて、ガバッ
という感じで、うんうん、もういっぺんに丸ごと分解しちゃうみたいな、はいはい、そういうシステムなんですね、はいはい、うん、でそういう点で、割とその、そういう現象があるっていうことは1960年代ぐらいから分かってたんですね、うんうん、だけどそのメカニズムとか役割っていうのがよく分かってなくて、で、まあ、1980年代の終わりですかね、大隅先生がこう顕微鏡を覗いていて、はい、ですごくなんかそれにつながる突破口の現象をこう発見したんですね、うん、でそこからどんどん遺伝子、この関係するオートファジーっていう現象に関係する遺伝子を発見していって、でまあ、それ実は酵母でやったんですね、はい、イーストですね、うんうん、パンの発酵に使われるような酵母でやったんですけれども、はいはい、でやがてはやっぱり私たちみたいな哺乳動物も同じ、メカニズムを持っているということまでこうたどり着いて、で先ほどお話があったようにそういうことがその病気にも関係しているでしょうと、だから創薬にも関係するでしょうねというところも言ったんですね、はい、ですから、まあ、全くの基礎研究もこの大隅先生がやったら本当に地道な基礎研究、はいはい、でもその土台をもとに今もうどん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 、うん、それが結果としてですよね、はい、大隅先生別にきっと創薬とかなんか何も考えずにやられたと思うんですけど、うんうん、そうですね。それが結果としてそういうことに結びついた。だから今日オープニングでも話しましたけれども、やっぱりその基礎研究ですぐに役に立つかどうかイメージできないものでも、しっかりとやっぱり支援していくような、うん、そうした社会、研究支援というものが重要だということを、今回は逆にその表したということになるわけですよね。まさにそういうことだと思います。うん。まあそうした方にやっぱ賞を与えることも、やっぱりそのノーベル、まあ、医学生理賞の、やっぱりそういった基礎研究の重要性に対するメッセージっていうことも含まれているのかもしれないですよね。そうですね。やっぱりね、ノーベル賞を見てて感じるのは、今こう、花開こうとしている、もしくは花開いた、まあ分野というかそういう研究の成果みたいなのありますよね。それの元に戻って、その大元をこう、切り開いた人、うんうん、そういう人にやっぱりノーベル賞って与えられるんですよね、はい、まあ、そういう意味でも、まあね、今回の、まあ、iPS 細胞では山中さんは実は共同受賞で、ガードナーさんというはるか昔に iPS 細胞的なことを実験でやった方、うん、と組み合わせで山中さん iPS 細胞をもらってるんですよ ね、だからそういう意味では原点にも戻る、確かに今最新のところにも行くけどという、そうそうそう、ただ一方でなんか割と最近科学賞とか物理学賞って実用的な、馬場さんどうですかその辺、例えばその青色発光ダイオードでもそうだし、CCD カメラがもらったりとか、割とそういう傾向にあるような気もするんですけど、逆に生命系に反してですね、物理から、ね、21世紀になってから、ノーベル賞の対象が変わってきたっていうのは私のまあ意見なんですね、はい、でどういうふうに変わってきたかっていうと、基礎研究と応用研究が IT 産業革命になってから非常にタイムラグが短くなったんですね、はいはいはい、したがって基礎研究イコール応用研究イコール実用化っていうのに非常に近くなってきてるので、うん、実用化に近い方になったものをですねノーベル賞の対象にしてるっていうふうに見えるんですけども、はい、青色発光ダイオードでも結局は発光ダイオードの量産産業技術ではないかという人いるんですが、これは基礎的な研究がほとんどですね実用化につながってるんですね、うん、だからそのように見えるだけであって、はいはい、しかし現象としては実用化に近い方へ若干シフトしてきてるなっていう印象は持ってるんですね、うん、ですから日本人にとっては、受賞できるチャンスがね巡ってきてると、そのように私は思ってるんです、ね、どうして巡ってきてるんですか。実用化に近いものっていうものはね、はい、日本人得意ですし、それからもう一つは、基礎研究といってもその IT 産業革命に言われるように非常にですね、コンピューターライズされた研究メソッドが、大体同じようなねスタート台に立つことができるんですね。これは日本だけじゃなくて中国も韓国もみんな同じです、世界中ですけども、日本は戦前から AA とですねアメリカヨーロッパを追いかけてきたわけですね、はい、で、そこには AA と築かれた科学の基礎研究っていうものがあって、でその舞台に立って初めて新しいものに挑戦できたわけですけども、今はですね、そういう過去の遺産がなくてもね、簡単に
参入していくことができるんですね。はい。それは日本人だけじゃないんですけどね。うんうん、だからそういう時代を迎えて、日本は、キャッチアップしたということも言えるし、はい、これからも、実用化に近いっていう視点で、応用の視点で考えるっていうのは日本人得意なんですよ。はいはい。ですから、そういう意味で言うと、まだノーベル賞は続くかなという期待感があります。そうですか。よくノーベル賞が、例えばこういった分野、様々な分野で受賞したときに、やっぱりかつて、多様な研究を支えられた日本の状況が今になって評価されたのであって、現在の研究環境は日本国内でもいろいろ厳しくなってきているから、今の何か日本がすごいと評価するのじゃなくて、やっぱ過去のしっかりとしたものを評価されてるけど、今の環境としてはもうちょっと改善していかないといけないよという意見も聞いたりするんですけれども、馬場さんはそのあたりはどうか。いや、その通りですね。それはその通りだ。で、大体歴代の内閣で、科学とか科学技術とかね、そういうものに前面に押し出してね、日本国の政策を進めていくっていうような考え方や政策決定っていうのはほとんどないです。ですから、小手先っていうか目先のテーマ課題にの解決に追われているだけであってね、はいはい、科学研究っていうのは10年先20年先への投資なんですよ。はい。で、そういう視点で物事を考え、政策を決定しない限りはね、続かないですね。ですから、日本人の優れた知恵だけに頼ってても、やっぱり国家的なですね、投資、それから、教育、こういうものを常にですね、注いでいかないと、これがずっと続くことにはならない。ですから、今おっしゃったような心配はね、大いにありと。私は見てます。なるほど。青野さんはどう感じになりますか？いや、私もその通りだと思います。もちろん例外もあって割と最近の研究にノーベル賞がこう授与されることもあるんですけれども、はい、こう全体見てるとやっぱり20年前とか30年前とかそういう時に、なされた業績に対してやっぱり今それが結果として花開いて与えられているということがあると思うんですけれども、でやっぱり当時はそれなりに基礎研究に金が積み込まれるっていう部分があったと思うんですけれども、今やっぱりどうしてもなんて言ったらいいですかね、出口思考っていうんでしょうか、やっぱり結果が見える、はいはい、ある程度短期的に結果が見えることを重視するっていうやっぱり政府の方針ってあると思うんですね。で実際今第5期科学技術基本計画っていうのが走ってる、この間決まったものが走ってるんですけれども、はい、それは政府が決めたもの、そうです。でそれはやっぱりどちらかというと、産業界にも配慮して、成果の産業にもつながるようなものっていう、やっぱりそういう、意図がこう見える部分があるんですよね。で、やっぱ、さっきも、大隅先生もきっとご自分はもう単に基礎研究をしていただけで、その成果を何かに役に立つと思ってやってらっしゃったんじゃないと思うんですけれども、で、結果としてそういうものが、役に立つのであって、もともとなんか結果を見てやるっていうのは、やっぱり、ね、科学の営みとしてはね、それがうまくいくこともあるかもしれませんけれども、大部分はそういうものではないなっていうのが、私の持っている印象で、はいはい、そういう意味では、ある程度こう何になるか分かんないけれども、でとてもチャレンジングで、海のものとも山のものとも分かんないようなものにもやっぱりファンディング、お金をつけたり、そう支援をしていくっていうことが引いてはいい結果につながるんじゃないかなというふうに思ってます。はいはい、青野さんがね、本にお書きになっているニュートリノなんかもね、まさしくその代表で言いますか、これは本当にね、何の役に立つのかわからない、そこが面白いみたいな分野ではあるんですけれども、ただいちいちだから20世紀に入ってからもう結構実際の実験の結果が出ていたのはもう60年代70年代というものが多くて、受賞する時はもう大変ご高齢でいらっしゃったという方が多かったんですが、そうですね、ただ、山中さんの iPS のように、数年以内に取ってしまう、そういうこともまた逆にあり得る、今回でもそんなに長くはないですよ ね、90年代ぐらいの成果で取ってますから、20年ぐらいだから、はいはい、そんなに昔の成果でもないから、もしかすると長生きしないとノーベル賞は取れないと、昔はよく言ったわけですから、そんなことはなくなってきつつもあるのかなと、ちょっと下世話な話で言うと、そうだといいなというふうに思いますね。それはその評価のサイクルという点と、やっぱ研究環境がしっかり若手にまで行き届くという意味と、そうした点で、いい面というのは当然あるわけですけど、それが単なる実用思考だとちょっと困るなというところもあるわけですね。
最近のね、受賞した特徴で言うと、はい、山中さんもそうでしたけども、ファーストペーパーをリリースしてから、ノーベル賞へ届く時間がすごく短縮されてきてるんですね。最初の論文からっていうことですか。はい、ですから、5年とか6年とかね、8年とか、そういう事例が出てきてるんで、物理学賞、化学賞、それから生理学、医学、3分野出てきてますね。10年以内で、最初に論文を書いた業績でノーベル賞に届くまで10年かからなかったっていうのが、それぞれの3分野で出てるんですね。はい。ですから、ノーベル賞として評価される時間がね、すごく短縮されてることも事実なの。でもちろんね、30年ぐらい経ってね、固まったっていうのもありますよ。それは、間違いがあっては、一番困るっていうのはノーベル賞の精神なんですよ。はいはい。後でそれがひっくり返されるとね。うんうん、で、過去にそういうノーベル賞の誤りっていうのも、きちっと総括されてありますんで、はい、そういうことがないように、近年はないですけどもね、固まるまでね、なかなか出さない。去年の大村聡先生のオンコセルカ賞の特効薬の、まあ、創薬、はい、あれでもやっぱりもっと早くね、うん、ノーベル賞もらって当然だと思ってたわけですけどね、うん、ですけどもなかなか出ない、はい、ですけども要するに耐性菌のようにですね、薬に対する抵抗する線虫が出てきて、特効薬でなくなったっていうとノーベル賞を出せない。ですけども WHO が、2020年までには絶滅するというようなね、はいはい、宣言も出して、それに抵抗するような線虫も出てきたというね、論文も出てこないんですよ。ですからほぼ間違いなくこれは絶滅するだろうっていうことを見通したった上で多分出したんだろうと思います、ね、なるほど、しっかりとそうやって、まあ、ノーベル各賞が、まあ、裏を取っていくということも重要なわけですけれども、ね、まあ、短期化ってやっぱり両側面あって、うん、その実用化路線ばかりが強調される、うん、まあ、受賞あるいは、そういった社会になってるっていうことがあるのだとすれば懸念だけれども、一方で、まあ、たまたまじゃないけれども、ここしばらくで、まあ、IT 技術とか計算技術とかいろんなものが進んだ結果、実験もよりやりやすくなってイノベーションが起きやすくなっているという結果として、このタイムラグが短くなっているという点があるのであれば、それは純粋に歓迎できるということにもあるわけですよね。そうですね、うん、いやいや、実験手法が非常に何て言うんですかね、効率よくなって、はい、かつてのように永遠とですね、基礎的な研究をなんか地下に潜ってね、やるようなことをね。ずっと顕微鏡を見てみたいな。そういうようなことから少しずつ解放されてきてるんですね。はいはい。それは一言で言うと、やっぱりコンピューターの手法が、実験現場、研究現場にも持ち込まれてるってことですね。だから3D プリンターのようなものでも、研究手法、実験手法にものすごいいい影響を与えてるんですね。はいはい。そうしたプラスの面もあるので、まあ、両方の面を見ておきましょうということですね。ただ、馬場さん特許とかいろいろお詳しいので、あれなんですけれども、例えばエイズウイルスなどは、最初特許で相当もう国を挟んだものすごい争いになって、で結局最後はフランスが取って、で、ノーベル賞も当然のごとくフランスチームに行ったわけですね。で、今、まあ、もらうかどうか全くわからないですけど、ゲノム編集のクリスパーキャスナイも、実は特許で大変争っている、アメリカの中のチームで、これは、はい。そういうその特許との関わりでは、ノーベル賞っていうのは何か変化っていうか ありますか。いや、それはね、大変いい疑問だと思うんですけども、ノーベル賞選考委員会がはっきり言ってますけども、ノーベル賞受賞者をスクリーニングするときに、その、選ぶ最初の手法は特許をどれだけ取ってるかっていうのを必ずやりますと。でもちろんね、ニュートリノのような純粋基礎研究は特許取っても何の意味もないから、これは特許を取らそんなものはね、調べないと思う。はいはい。ですけども、今回も、この大隅先生がどのぐらいどういう特許を出してるかっていうのは非常に興味があるんですね、私には。それで、特許を取ることは別に
独占して金儲けするっていう意味じゃないんですね。はい。自分が発見したことを権利化することによって、その権利を乗り越えていこうというね、新しい刺激を与えるっていうね、それが本来の特許制度の目的なんですよ。だから悔しかったらね、この特許をね、回避するなりね、乗り越えていくものを発明しなさいっていうのが本来の特許制度の目的なんです。はいはい。だから科学研究でも特許を、はい、まあ右手に特許、左手に論文とかね、うん、そういうことよく言いますけども、ほうほう、やっぱり研究現場で新しいものを発見したらですね、特許を取るっていう、特許もノーベル賞も世界で初めて出した成果でない限りは出ないんです。はいはい、特許ももちろんそうです。うん、誰かがやって2番線じゃ特許絶対ならないですから。はいはい、で、間違って出しても、それを取り消し請求を出すと簡単に取り消されます。ですから、ノーベル賞業績もやはりオリジナリティを主張するっていう意味ではね、うん、特許を取るっていうことは今世界の趨勢になってるんですね。で、特にゲノム研究のようなテーマになってくると、創薬とかですね、治療とか、はい、そういう、あるいは新しい化学物質とかね、材料とか、そういうものに結びつくと、産業技術に直に結びついていくんですね。はいはい。だから基礎研究イコール実用化っていうところも、最近が出てきたのはそういうところにもあるんです。だから特許取っておかないと、自分たちのやってきたことがね、存在感がなくなるっていう意味もあるんですね。はいはいはい。そういうことから特許を取ると、もちろん国家的な戦略でそれを囲い込んで産業化にして自分たちのね、自分の国の産業をね、盛んにしよう、この思惑も必ずあります。なるほど。ただそういったそのやっぱりその特許を取るなり、そうした正当な自分たちが論文を、出して一番最初でやって証明することはもちろん科学者にとっては重要なこと で、そうしたことで基礎研究を重ねながら、具体的な実践にこうつながっていった時に、評価を受ける一つの軸がノーベル賞だから、ノーベル賞などの様々な賞があることによって科学に対してちょっと長いスパンの時間軸を科学者に対してもこう位置づけてくれるというか、意味を与えてくれるというような面があったりもするわけですかね。そうですね。さっきもちょっと言いましたけれども、そのノーベル賞の、割と特徴は、本当にその大元に戻っていくっていうところがあるので、そういう意味では、先ほどから、タイムスパンが、ちょっと、短くなる面もあるのかもしれないですけれども、それでもやっぱりその大元に戻っていくっていう意味では、やはり、長い目で見るっていう部分は、ノーベル賞にはあるんだと思いますし、あってほしいかなっていう感じはするんですね。そうですね。先ほどの青野さんの、例えば政府プランへの指摘の場合ですと、その長いスパンでっていうふうに見たときに、今回の受賞におかれて日本の科学技術とかいろいろすごいんだみたいな方ではなくて、そうした観点に今のプランは立てているかどうかということを常に検証する。その大学であるとか研究室に対する予算というのは本当に高れているのか、今結構悲鳴も上がっているような状況だったりも、しますもんね。そうですよね。やっぱりそういうことを、こういうことを機に、もう一度ちょっと考えてみてほしいなというふうには思いますね。はい。では、お知らせについてはですね、他の賞はこれからどうなっていくのか、伺っていきたいと思います。はい。